なんかね、割とお客さんって市場に来はった時に見てはるらしいのよ、うんうん、ここの私とこが飾ってる分を、はいうんはい、でここいつもねちょっとおしゃれな、うん、置いてくれてるから言うてね来てくださるんよ。そしたらねこの間なんか例えばこれボルロチキのこれの真っ白ね、はい、白にここに手書きの、はい、それもなんかものすごくいいそういうのなんとか、まあ、いやパンのスマートかなちょっと高いもんでも、うん、もう3、4万、うん、2枚ぐらい工程がある、うん、あだからいいものをね、うん、買う方はもうそういう風なんでお値段に関係なく自分がもう気に入ったら買わはりますよね。おかげさまでね私なんかね、うん、そんなにあれじゃなかったんけれどねまあなんかお客さんの方から教えられてでお客さんがこんなんが欲しかったんよとかでまあどういう風なんがいいですかってお客さんのちょっと意向もお聞きしてね例えばアイドレスなんか特にね、うんうん、でそれでまあそういうふうなによく似通ったようなものを仕入れしてくるとかね、うんうんうん、そんなんがあるんです、うん